乗なんですか？移動。めっちゃ速い。移動手段は。俺が OK 言うまで、あ、俺が手を挙げるまで歩いてもらおう。はい、詳しい、詳しい。OK、 じゃあ動画じゃないから見た人は多分相当感動すると思う。はい、ということで今日は朝10時から今なんと何時だ、1時ですね。1時、ちょうど1時15時間ですかね。やったね、ほんまに予定通りやったね。ガチでやりましたね。ありがとうございました。いや、ありがとうございました、本当に。で、メトロンさんの道具がどうやって作られるかって裏側を自分が体験して、なんかすごい楽しかったです。それは嬉しいです、はい、そういう言葉は。ありがとうございます。そこまで逆に期待してもらってるなんて思ってもなかったんで、はい、もともとはその服のデザインを俺がやるっていうことからコラボが始まって、そうですよね。 YouTube からちょっと離れたところでコラボがあった上で、これ言っていいかな、はい、あのスポルティックで本当は、はい、そうですね、出す予定だったんですね。そうそうそう、してもうほんまに言ったらもう終わってますよね。はい、終わってます。そう、まあコルナちゃんのせいでダメになってしまって、でジン君が来てくれるっていうことで今回、はい、で俺は俺でデミクロっていう仲間がいて、ちょうどね、いろいろさらにメトロンブログを加速させていく、今までのスタイルよりもさらにおもろいのを作っていくっていうのをちょうどね、まあその仲間とやり始めるところでジン君来るってなったから、これなんかおもろいやりたいなっつって、しかも俺初めてのコラボ、はい、YouTuber ですか、ね、4年やってきて初めてのコラボ、はい、普通に撮ったらおもんないなっていうことで3日間かけて今回撮ったネタを考えたんですよ。で計算したら大体15時間ぐらいかかるなっていうことで、めちゃくちゃ多めに見た15時間やったけど、実際帰ってきたらマジ15時間、はい、結構詰め詰めでやって15時間でしたね。危ないちゃうねん、危ないちゃうねん、それが危ない。休憩ほぼしてないからね。飯2回ぐらい、1回半ぐらいしか食ってないですもんね。食ってないね、うん、
申し訳ないことにもうずっとチャリで移動をお願いして、まあ結局やっぱチャリでよかったかなと思います。そうですね、チャリが本当に人が軽くてよかったですね。そうそう、ただもう絵面が面白すぎてインスタ見た人は知ってると思うけど、あのこの俺忘れられへん、こんなでっかい体で、いや俺嬉しかったっす。それがめっちゃ嬉しかった、本当いい思い出になった。もうジン君もずっとやってはる人やし、で俺もずっと知ってるだけに、なんかすごい変な感じしたけど、はい、たった2日間の時間だけで俺も親友みたいなぐらい冗談じゃなくて、ね、本当にめちゃめちゃ話したし、はい、今日ももうずっともういろんなことやったし、はい、彼のいいところも、はい、悪いところで逆になかったけど、もう全て見たような気分です本当に。それぐらい濃厚やった、はい、濃厚でした、うん。まあ、次東京に来た時は僕はあのクルパーでいろいろできるように準備しておきますので、はい、接待してくれそうなんで、はい、あの僕楽しみにしています、はいはい、よろしくお願いします。あ、ありがとうございました。じゃあ三島さん、今日は長丁場ありがとうございました。マジで眠たいこの目がやばい。もうあのこれから俺らその、まあ、メトロンブログメトブロで出すジン君主体のもう彼主役です、正直、はい、それだけは言っておきます、はい、ファンの方違う一面見れると思うので、ジン君のかっこよさを極限まであの引き立ててるので楽しみにしておいてください。はい、超大作です。はい、じゃあ三島さん最後締めてください。俺締める、マジか。じゃあ今日一日15時間ありがとうございました。お疲れ様でした。じゃあ俺こっちなんで帰ります。こちらです、お疲れ様です。お疲れした。6ギリギリ78、9、お父さん、ラスト2つ、これで勝ちにいきます。1、はい、ラスト、ナイス、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です、ありがとうございます。皆さんびっくりされたと思うんですけど、今日はあのジン君からオファーいただいて、はい、リクリートとしては成功かな。はい、ありがとうございました。今日大阪はいつから来てたの？翔吾さんとの撮影終わって、今日大阪3日目なんですけど、仕事しかしてないね。やばくない？でも飯食う暇はこの3日間何もなかったね。あのジムで測ったら3キロ落ちた体重。あのね、ご飯が大阪来たのに全てコンビニのみ。昨日だって2食ぐらいしか食べてない。終わったらすげえ気が抜けちゃってさ、電池が切れたように今やばくて、パワーつけなきゃってことで、せめてちょっと美味しいもん食べたいなと思ってうなぎが来ました、うん、ちょっとこれ食べてパワーつけて、もう仕事はね、今日でこれで終わったんで、あとは少し休んでちょっと大阪、なんか観光して楽しもうかな。大阪といえば道頓堀ですね。違うだろ、ナンバー飛び出しちゃったうな重ダーン でかつか米を米の量を、いややっとですよ、やっとまともなご飯が3日ぶりです。顔めっちゃ痩せた。こけてます。こけてる、はい、いただき、うまんぼ。食欲ない時でもやっぱうなぎはなぜか食べれんだよな、不思議だよね。肉ってなんか喉通んないじゃん、うんうん、あ、これすげえ米の量多いと思ったじゃん。そしたらほら下にまたうなぎが絨毯のように敷き詰められてる。ほらうなぎの掛け布団や。で、うなぎの肝水って言えばいいの。いただきます。いい味だね。
ビール。楽しみにしててください。とにかく寝不足です。